皆さん、こんばんマーティーン。ではのミラクルボーイ、キングです。今日はお肉のお話です。肉は、まあ、豚の場合はタン、肩、肩ロース、ロース、ヒレ、梅肉、桃ですが、やはり見極めは確かに大事です。脂肪とかいろいろ、白く、肉はピンク色が大事。まあ、焼く場合はね、お腹壊さないようにはこう、塊とか厚切り、角切り、薄切り、ひき肉にとっては、まあ、保存方法は違います。はい。まあ、何でも作れます。定番でも。鶏肉は手羽先、手羽元、胸、ささみ、もも。これ、高タンパクで低カロリーのお肉です。はい。これいいですね。ダイエットにも。牛肉はですね、ネック、肩、肩ロース、リブロース、サーロイン、ヒレ、ランプ、外もも、内もも、バラ肉、すね、テール、まあ、死んだま、テンダーロインですね、肉。まあ、見極めとしては、まあ、J ビーフは赤身が多く、タンパク、ローストビーフなどにも向く。和牛とかでも柔らかく美味しいやつ。まあ、場合によって違います。ステーキはレア、ミディアム、ウェルダン、どれかがいいですね、はい。ステーキ食べてみたいですね。他にも肉のお話、加工食、ロースハム、ボンレスハム、サーミソーセージ、ベーコン、生ハム、プレスハム、フランクフルトソーセージ、レバーペースト、ウインナーソーセージ、アスビック、コンビーフ。まあ、表示ちゃんと見ることとか大事です。はい。その他にも羊、カモ、アヒル、カエル、ウサギ、七面鳥、馬、ホロホロ鳥、イノシシ、いろんな肉もあります。というわけで肉の話でした。バイバーイ。